c ー s ェストは神様、こんにちは、神谷壮平です。本日の神谷壮平、が聞くはゲストに表広先生にお越しいただいてます。おまたよろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、先生。アーティストとしての側面を、ちょっとご披露いただきたいということで、作品を持ってきていただきましたけれども。はい、これは。これはね、魂のくって言って。ちょうど私があの伝統工芸のプロデューサーも長いんですけど。この伝統工芸の人たちの技、日本に、その。 わざがなくなるともあのお金で買えないのでなんとかこれをどんどん,どん,どんあの進化していきたいということで新しい作品を作ろうじゃないかと、はい、ネオジャパネスクという概念から国作までやってその時に作ったのはあのこの「魂の雫」っていって要するに家にもね拝むも対象がないと拝むというか祈る対象がない神棚がない仏壇がないねインターネットはあるんです。 でインターネットで神様と先祖と喋られへんので、どこかで祈るという生活様式の真意を残さないと、日本にはだめになると、霊性の民族っていう、はいであの、霊的なことが得意とされてる民族なんですね、はい、思いやりとかも全部そうなんです、うん、でそのために、この自分の魂の形を選んでもらうというので、真ん中がこの切りばみというね、あの人形とかにはめ込む技術です、はい、で中はこれ、切りなんです、膨らんでるのはね、できるだけ軽くしてもらおうということで、うんね、これ全部手工芸です。はい、そして バックヤードの皆さん気になると思うんですけど、このピンク色になってる。はい、これは銀箔なんです。銀箔ですか？これはね陽偏天目と同じような技術で酸化、うん、鉄なんですね。要するに銀箔が放っといたら、えー、まあのー？ 関西は銀なんですよ、はい、銀本やったんんででですす銀銀銀が絶対いいけど銀な貨で,で,で,でやってたんですけど銀は黒くなるでしょ、うん、でこれはもうあの銀の指輪をして硫黄、はい、の,の風呂に入ったら黒くになるでしょ、はい、これはう酸化してる,酸化,る酸化しやすいだから銀箔はほっといたら黒くなっていぶし銀って言われるんですけど、はい、それ綺麗かというと外国人からするとあんまり綺れいないんです、うん、でもっと華やかなことができる技術がないかということで実は これあの酸化鉄っていってここに漆を塗って焼いて焼き箔っていう白を焼くんですね、はい、でそれで、えー、酸化させて定着させるんですでその時にいろんな色が出るんです、はい、これそれの一個なんですほ<ー>こんなんねこれ無理やりピンク塗ったんかっていう違うんですこれこれ,これ酸化なんですは<ー>だからその昔甲冑とか、はい、あの仏壇のチンチンってやるやつとか、はい、こんな色のやつあるんです。 へそ,れそれは要するに酸化鉄なんです、はい、酸化させる技術だからもう傭兵天目なんかもあれ酸化なんです、ね、焼いてでまあ言ったらもう僕はそういう技術が日本にあるということとどういう表現の仕方をしたらみんなに「へえ」って言えるかというこれ僕ネオジャパネスクって言って、はい、その国策まで展開してきて、まあ、僕はもう終始お,とお,おそらく一生日本のことやってると思いますわこれから変えることないんでね、はいうん、だからこれらが家庭に入っていけば祈る時間が 分分ででででももできるでしょ、はい、それと伝統工芸士たちが培ってきた技術がもし新しい生活用紙に使えるその作品ができていけばまた復活しますよね、うん、もうこんなん使うとこないわと甲冑も作ってないし輪、はい、なんかも仏壇ないわけやから,、はい、からどこで使うのっていうところを使ってあげたら作ってあげたらおそらく伝統工芸士たちも活躍の場があって、はい、実はこういう技術はね、うん、全然使われてないことはなくてね 例えばイヴ・サンローランとかシャネルの時計のリューズ版、はい、でこれをあの外国から来てね外国から来たけどバイヤーが来てねこれはいいと思うわけですよセンスのいい人は。でこれだけ売ってくれになるんです。 ほんなら買い叩かれて、はい、これこ,ここにこ,このちっちゃいリューズ版にこれ全部作ってくれと、はい、でそれを安く買っていって向こうでは10倍とか20倍とか100倍とかで売るわけですよね、はいはい、だから僕は国策の時にこの技術を日本でブランド化してシチズンとかセイコとかあるわけやから、うんはい、そういうところで売るべきやっていうのを提案してなるほどでおそらくシチズンとかは今そういうのも伝統漆塗りのリューズの時計とかやっていってます、うん、だからそれはもう本当に2005年の時に僕は。あの 産業省で4升またがって国策として4億つけてやったとき、はいうん、そのときのまあ一つのムーブメントとして作った要するに家庭に祈りを取り戻す生活に祈りを取り戻すという作品で魂の雫って言ったんですです、うん、からこれ結構なあの伝統工芸士たちの技術を集めたものです。はいすらしいはいかこの色がなかなかモダンでしょそうですねいやこれだから縫ったのかなと思って違う、ね、そうではないんですね、うん、酸化なんですはあ だから、うん、日本にモダニズムがないいうことはないんですわびさびなんですね。うんうん、でちょっと僕はの前、ね、さっき言ってたんですけどその要するにあの西洋のお城とか行くと金で後手後手にむちゃくちゃ金塗ってるんですね <laughs>、はい、もったいないね、うん、だから僕はそれはまあそんな言い方してどうかわからないけどちょっとダサいなと、うん、ダサいいうかちょっと田舎者やなと思うんですよ <laughs> なんでいうかそ,そんなに塗らんでもええやん金閣寺とかは 金金箔箔ででししょょ銀は霊魂も何ミリとかでしょ、はい、そこまで叩くかいうぐらいたいたやつが貼ってあるけどもう金なんですよ、はい、だから最低限そげ落としてでモダニズムが出せるこれ,これもそうですよね。うん、これをなんかぐ塗りたくったがかダブ油絵みたいな状況になるとそれがそれなりの面白さはあるかもしれへんけどもやっぱり日本の文化っていうのは最低限にそげ落として。 最大限に引き出すという。はい、だから僕は熟成した、あの文化というのは、そういうもんやと思うんですね。うん、だからそこが、皆さんにいろいろと、これ、まあ、これ説明しないと、分からへんやるけど。これ、おそらく西洋やったら、ゴテゴテに塗るんですよ、ね。はい、で、このペラッペラで、そう、それは別に、あの、なんちうの、ケチじゃないんですよ。はい、質素倹約っていうのは、ものすごく美徳なんです。それだけれども、ちゃんと主張は出してるでしょう。 でこの技術が僕は今の例えばエコとか言っているねそういうようなもう最低限で言っててちゃんと満たされてるわけやからそんなね後手後手に食べんでもええやん、はい、というのが西洋となんかとの違いやなというのは僕は日本政策やってきてだんだんとあの分かっていら あれですね、日本人が日常で祈りを、ね、忘れない冷静を忘れないようにするという目的と日本の伝統技術を新しいものに変えていってやっぱり世界に認知を広げていこうという技術の継承ですねその2つの思いで作られた魂の雫ということですね。これは普段はどちらに置いてあったんですか これ、僕の,あのお家にあったんです、はい、まあいくつかもうね全部売れて出ていったやつもあったし、はい、だけどうちに8作ぐらいあって、はい、その中の何作かをお見せしてこれがええって言うとはよね。あ、そうですこれ綺麗ですねっって言ったので、うん。もっと大きなやつもあるんですけどねそれはちょっとあの、まあ、1個だけありますがタオのや、はいわゆる曲がたが2つ重なった形のやつがあるんであ、はい、んまああの。 変えてもええよね、また。はいうん、<laughs> うちの家にあるんで、も,もったいないでしょ、はい、家に置い,ていやいや、これじゃあお借りして、いいですか、皆さんに。 で、ね、何なのかいいのを説明してあげたら、はい、だから神棚拝め言われて嫌な人おるかもしれないけど、うん、ここに来て自分の魂を自分が拝むと、はいうん、でこれは実はあの我々山陰とかの中ではね、古典神道の中ではあの三日神拝とか地霊拝って言うんです。はい、で自分を拝むんです。自分を尊いと思ってるのは当然でしょ。で自分を尊いと思っている人は人も尊いんです。自分が分かっている人は人ものことも分かれるんです。はい、だから常に本本来は天皇家では あのずっとあとは三鏡業派でジ礼派これは山陰でやってきた宮廷神道の歴史ですね、はいうん、で自分を知ることと自分をちゃんと拝むことだから社会も天井天下に唯一が独尊って言うたって言うでしょ、はい、あれ俺が一番偉いね言うてんじゃないですよ。<laughs> <laughs> あなたた方それぞれれれぞがもう選ばてて生まれてきたんだと、はい、自分の尊さ,尊さを知って使命を果たしなさいって言ってるわけでしょ。うん、なもうクソやとか言われてね <laughs> もう今もうね教育の中で言うたら仕事できなんかったらアウトみたいなんでしょ、うん、もうそういう文化とどんどん熟成してて変わってきてここに存在しているだけで価値があるという、はい、まあそういうことを分かるためには自分を拝むという。 自分に対して向かい合って祈るというのが実際は日本の生活の祈りの一部やったんですけどね。はい、まそれが失われてるんじゃないですか今。うん、で一回あのパソコンで。 先祖と喋っってている人おったら教えほしいです <laughs>、まあ、パソコンでお墓参りってありますけどね今はね。まあパソコンではねパソコンで神様,神様を呼び出してアニ,メ <laughs> アニメとかメタバースで出てくるとか、まあ、そうなっていくかもしれんけどやっぱり自分の心の中の世界をしっかり知っていくっていうのが重要やというので、うんはい、まあその生活様式変わっていくんでこういうものに変わっていくいうことはあるかもなと。 しかしやっぱりちゃんと意義のあるものを提,、はい、提案提供していってこれが世界文化とかになっていけば、うん、また日本から新しい生活様式をもう知らないうちに世界に出していくアニメなんかがそうなってるでしょ、はいうん、だから何も日本が悲劇する必要なくて、はい、精神性とか特殊技術で言うたら日本はやっぱすごいですよ。そうですね やっぱり冷静とかね、大野先生と前話したのは、やっぱり霊学をね、しっかりと取り戻して、日本の政治の中にやっぱり冷静をもう一回入れていかないと、もともと政治ってそこが大事だったのに、今、結局それがなくなっちゃって、僕もよく街頭に出してもらったら、今だけ金だけ自分だけみたいな、もうそこに、ないのはやっぱり冷静ですよね。でも、みんな冷静ってなかなか分かれへんのですよ。見えへんかかからららだ 経済産業省もやっと我々国策やったとこから、はい、まあ10年ぐらい経ってものからことへことって何なんかって言ったらストーリーであったり、はい、まあサクセスストーリーもそうですよ、はい、ブランドっていうのはだから僕らの作品もそうやけど死んだらめっちゃ値打ち上がるとかこれサクセスストーリーなんです、うんはい、ピカソが書いたから値打ち上がる、ねはい、ピカソのサクセスストーリーであって、ねはい、千利休も一緒ですよね 我々の心の中にあって生き様ってあるわけですよね。これ何か知らないけど、えー、何本持ってるから、お金、<laughs> だっていくら持ってる、うん、仕事が、えー、こなした数が多いとか、そんなんだけで判断してしまうと、うんはい、効率になるから、やっぱりもうこれはロボット化になるんですよ。うん、人間にはもっと崇高なその いいいわゆる思いというか意祈りって僕イマジネーションって何、はい、かまあ横文字で言うのはよくない言うけどみんな横文字がかっこいいと思ってるからその祈りってイマジネーションやからイマジネーションできないとクリエーションはできないじゃないですか、うん、これアーティストも一緒ですよね、はい、でも思ってないのに急に世界が現れてくることはないだ、はい、からそこに僕はその見えないもののことを問うと「もののあれ」とかねみんなその言葉では言ってるけどそうすると人を察するとか ね、あの愛するとかいうのも、そういうことですよね。はい、そこが、僕は、その。まあ、昔は日本に、霊学っていうのがあったんです。うん、というと宗教かって言う人おるから。はい、その宗教っていうのは、元の元を教えるって書いてるんで、うん、そもそも、その元というのは、ここの。日本にあるんですね。はい、だから、日本にあるいうことを。 あのもうちょっととが自覚しないといけない、はいいけそこから出ていったものが宗教として返ってきてるこれ前の CGS の日本人を考えるとやりましたよね、はい、大ープニンから安倍晋三まで、はい、何言うてんのみたいな話だったけど <laughs> これはずーっと因縁でつながってるんですよと安倍首相亡くな元首相お亡くなりになりましたけど、はい、うちでもあのごま炊いてますけどそれ、うん、ちゃんと名前入れて、まあ、僕も知ってるからねだからそう考えるとやっぱり人間には寿命っていうのがあるどんな死に方するかは別として、はい、だからそういう人間の作 アクセス,ストーリーっていうのが本当にものすごい重要やということを今アニメとかが示してくれてるでしょ『はい、鬼滅の刃』なんかもそのストーリーをなんで鬼になったかまで書いてませんそうです、ね、ただ鬼が悪いに違うわけですよねだから世界中いろんな理屈わけはあるやろうけども仲良くできないかっていうと、うん、僕はそんなことないと思うんで、はい、それをもしつなぐことができる結びのお、まあ、民族、はい、そのお調整できる民族 っていううのは僕は僕日本人やろうなと思うんですよ、うん、古いから和をするいうことをベースに歴史を作ってきたのが我々やと思うんですよ。だってもめたないでしょ、はい、しだけどもなんかあの揉め事を持ってきようでしょあっちこっちから。うんはい、でこれをどういうふうに調整するか、はい、そういうやっぱ祈りとかそれから芸術それからまあその文化ですねいろんなアニメもそうですよね文化の一つになりましたでそういうものがやっぱり世界をつないだり人々の心を和ますでしょ。はい だからもうそういうことでも神尾というのをやってるわけですけどね、うん、要するにあの神代の時から、えー、人,人々が集まったら揉めるから利益相反でどうやったら仲良くできるかサロンを開きましょうってやったわけでしょ、はい、それが神尾やからそうです、ね、だから全部意義意味っていうのは古典伝承の中にあるしただそれを新しく様式美を変えて今ように今ようにどん,どん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 申し送っていくのが今現在生きてる私たちの役目やから、はい、だからそれをやっぱりやらないそれ教育で、うん。 だから、あの、教育直後って言う人いるけどね。あの、西田先生言うはい、ご案内しました。ご案内しはい。でも、あかいから、しょっちゅうやってるそう教育直後、ええけどね、チン、おもん見るに、そのチンから説明するの。う中国人が言ってんのかぐらいのレベルになってしまうじゃん、今の人たちやったら。まあ、全員とは言えへんけど、知ってるわ、人もいるけど、やっぱ今ように、その、 展開し直す言葉も、うんはい、まあじゃもうかなり横文字入ってるわけよ。はい、あのエクソソームとか言うわけですよ。<laughs> エクソシストかはわけじゃないけど、はい、エクソソームっていうのはあの意識のこと言ってるんですよ。ソリュよりちっちゃいもの言ってるんですよ。それ,それを体育体育学の中に入れる言ってるんですよ。うん、これ半分まあエビデンスっていうかそれ半分ペテンやね。うん、まあ言うと目に見えんもん語るんやから、そんな日本にあるけど、うん、言い方が違うだけなんです。うん、結びの神とか言う。 ね、それは神様の話だとそれ宗教やろうという出すから、はい、でも同じこと言ってます、はい、それをエクソソームで持ってきたら信じんねやったら、うん、それやったら全部横文字になる <laughs> でしょだから僕はおそらく今からの教育もみんなに分かりやすいなんかそのほらあのアニメで「アキラとかあるじゃな、はい。ね だから別にエクソソーム言わんと「アキラ」とか <laughs>「守る」とか言うて <laughs>、うん、それで通じてしまったら若い人はそんな方が通じるんちゃうかな「うん、アキラ」って言ったらどんな考え方しててどんな思考で何をするっていうのはもう「アキラや」やみたいな感じになればね、うん、暗号みたいなもんでしょ。はい、だからもう一度僕は新しい日本の様式美っていうのが作れるまた展開できる人っていうのが僕も、まあ、ある意味クリエイターで、はい、ある意味昔で言うたらあの共同強化する教師ですよね。でそういうい 人がもっと出てこなあかん西洋的に言う、うん、みんな一般同じ中間層を作って中間層ええねんけど中間中間もうみんな言うこと聞くやつを作って、はい、で特筆した天才が出ると日本ではおりにくいから、はいね、我々もどっちかと,いうとそっちの肌で、はいね、外国で活躍したことが認められてみたいなことが多いので日本で認めて日本でブランド化して世界へ送り出すっていう時代が来なあかんというのがもう僕の ずっっとと言ってきたことです、はい、だから日本のブランドっていうのはこんなにすごいでしょっていう政治家もそうです、うん、世界の政治をリードするようなワゴンさせていけるような政治家がどんどん出てきて、世界の政治家を引っ張っていく、神、まあ、谷先生にはそうなってほしいと思っております。わか、はい、かりりままししたた、はい、今日はこの魂の魂らお話ががだいぶ広がりました はいえー、またね、その目に見えない世界のよう精神性をね、きっ、ねはい、大事にしながら、私も政治に取り組んでいきたいなというふうに思いました。はいはい、こっちの方もをね、私の銀 <laughs> ここ会館に、はい、飾らせていただきますので、またあのお越しになる方がいらっしゃいましたら、これ、大本先生の作品だということはご認識ください。<laughs> はいはい、今日ともありがとうございました